どうもお世話になっております。簡単でお金の制作者がお送りします YouTube チャンネルへようこそ。ということで、今日はですね、迫ってまいりましたね、こちらですね、小川由美子先生の30周年アニバーサリーコンサートについて、メールが来ました。先日 YouTube で小川先生の30周年コンサートがあると聞き、行ってみたいと思っておりますけども、チケットの方平本先生の方で取り扱いしておりますでしょうかと聞いたんですよ。で、今週実は、小川由美子先生に会ってきましたんで、その模様をどうぞ。はい、ということで、今日はカンターレ U のですね、レッスン日で小川先生もご参加いただいているということでお世話になっております。お世話になります。で、先日私ですね、はい、先生の30周年記念が、はい、ギター文化館であるというふうに言ったら、はい、お問い合わせが来たんですけども、はい、チケットの方は今現在いかがでしょうか。ありがとうございます、はい、本当におかげさまで完売してしまいました。これは、はい、そう、じゃあもう今からの人ちょっと難しいと。そうなんです。いや、私もですね、プラチナチケットと言ったんですけど、はい、まさしく、はい、すぐ完売ということで、はい、あ、そうですか。ということでですね、一気に完売。素晴らしいですね、本当に。まあ、先生もですね、先生のもとにも未だにね、いろいろでまだ10月ですよね、コンサートなんですけど、まだチケットありますか、ありますかっていうのがね、もう問い合わせが殺到してるということで、非常に心苦しいんですけども、やはりね、なかなかキャパが決まってる以上、それ以上なかなか入れられない。かといってやっぱりね、追加公演となるとやっぱりそれなりにですね、やっぱり、コンサートってピークをこう合わせるわけですからね、なかなかね、じゃあ追加公演っていうわけにもね、先生もいろいろ多岐に、演奏から、ね、教え指導からやっておりますんでね、難しいかななんて思ってたんで、ということでこの方申し訳ないんですけども、完売ということで、本当ね、私のチケットを譲ってあげたいんですけども、やっぱ私もですね、やはり先生の記念ですから、やっぱり見に行かないわけにはいかないだろうと。そして何やかしの形でね、まあ、YouTube にできる範囲で、やっていきたいなと思ってます。ほんで、実はここで朗報なんですけども、先生とですね、アニバーサリー30周年ですよ。父親の門下生まな弟子から出て、先生何かね、何か作ろうかっていう話で、実は、本当に限定の限定なんですけども、小川由美子モデルっていうのは、まあ、講師モデルであるんですけども、それとは別にですね、やっぱ小川先生って言ったらやっぱり音色なんですよ。その音色にこだわった30周年の記念限定のですね、モデルを、もう本当にカンターレオカリナっていうよりは小川由美子オカリナですよ、それを作ろうということになりました。で、先ほど実は先生とですね、おおむね詰めました、こういう音色にしてください、あるいはこういう粘土でやってみたらいかがでしょうかっていうのをね、まあ、ご提案と、先生の回答で、おおむね、こういう音色の楽器を作ろうということを決まって、実は今日、次ですね、来週ですね、先生が来ていただけるので、そこで粘土の試作を最終候補僕3つぐらい作っておくんで、そこから選んでくださいっていうふうになってるんですよ。ですので、もう刻印が押してあるとかっていうね、まあ、それはそれですごくね、講師モデルすごい人気なんですけども、今回はゼロからね、音色のゼロ一からですね、練り上げたこの小川由美子オカリナと言っていいんじゃないかな、それを限定で作らせていただくことになりました。もちろん僕もいろんな仕事の中でのそれなので、いっぱいはできないんですけども、これね、完全にプレミアです。それ以外は僕作る気ないので、もうそこで、締め切っちゃいますので、ぜひ小川さんフリーク、そしてもうカンターレの音色が好きな人はもうがっつり僕作っております。そして今日電話でもね、詰めました、こういう音色、このぐらいの息感、そして深み透明感、このぐらいにしてください、それを僕3個ぐらい
で、来週来てもらうときに最終的な打ち合わせとして、YouTube にしますので、まあ、それをご覧いただければより一層ゲットしたくなるからまあこれ本当にゲットしといた方がいいんじゃないかと思うぐらいのもう僕気合で作ります。でもちろんお値段なんかも本当はですねそこまでやるとかなり跳ね上がっちゃうんですけども、ここは一肌も二肌も私脱がさせていただきます。できる限りお求めやすい、お求めやすいんだけどもお求め安すぎてもさ何したって30周年だからね、やっぱそこはさもうご祝儀価格でございますよ皆さんね、もうやっぱそれ持ってないとさ、でしかもそれを買ってくださった人にちょっとねここまで言えないんだわ、あのね本当面白い、うん、やっぱ先生クリエイティブだな、そして私もねそれを全力でサポートするそういうことやっていきたいと思いますんで、で今日はですね聞けない人には本当にあれですけども、うちの集いで僕が作った曲なんですけども、それをねちょっとね SD カードを探してました、出てきました。僕が作ったんだけどなんていう曲名だかすっかり忘れちゃったんですよ。平本浩太作曲で、編曲は下原陸斗先生、そして、バックはピアノ、フルート、バイオリン、チェロ、もう変則50奏40奏かなで演奏した模様をぜひ聴いていただきたいし、それでもういけなかった方はぜひこれゲットしてもらうとリアルでもさもう言っちゃうよコンサートできるかも、ほんとこれ僕 全力でやりますんで、あのねこの楽器手にしていただけるとなんかね夢の国の楽器です、ぜひよろしくお願いしますということで、小川由美子先生の、ね演奏の模様ぜひご覧いただきたい、そしてチケット持ってる方はぜひギター文化館で僕と握手